皆さん、おはようございます。マーティン・ダーミャクを、キングだけです。皆様は、荒垣・ナニサさんご存知でしょうかその、その差あります。荒垣・ナニサさん、大円入団者投手。同期では、和田もいりおります。はい。まさに、松坂世代のピッチャーと言っていいでしょう。ルーキーイヤーは、もう、規定投球から惜しくも届かなかったが、まあ、活躍。2004年は、最多脱三振というタイトルを獲得したが、その後、しばらくは、ローテに加わるんですが、 なんと20個以上最多冒頭記録を起こしてしまい、まさかのチンジを起こしてしまいましたね。その後怪我や不調もあって、ヤクルトに席者もダメで引退したそうです。確かに凄さはストレートだけなく、バニッシュボール。バニッシュ、バニッシュ、これはスライダーボールです。あとやカーブやフォーク、ファストボールなど、本当に怖いピッチャーと言っていいでしょう。このバニッシュボールはもう打てませんね。はい。いや、本当に驚きました。 アダガンキなギさんのそのさはもう本物と言っていいでしょう。現在 YouTuber を務めております。この記録、不名誉な記録、破られてません。あの冒頭記録は。はい、以上です。バイバイ。